ヘム -430X は、韓国鉄道技術研究院の主導で、韓国建設交通技術評価員などが参加し、2020年の商用化を目指して進行中の、大韓民国の磁気高速鉄道車両開発プロジェクト、及びその試験車両の名称である。当初は、ヘム -400X とされていたが、後に、目標最高速度を、 時速 30km 引き上げ、現在の名前に変更された。ヘムはハイ、スピードエレクトリックマルティプルユニットの略であるが、ハングルでは、と表記する。この、に対応する、漢字表記は、韓国で演技が良いとされる会場の霧を表す、カイムと、早く走行することを意味する、の2種類がある。設計最高速度 430km、H。 営業運転速度 370kmH を目標に開発されている高速鉄道車両である。2007年4月から2015年までの8年間で総額1182億ウォンの予算が投入されている。車両価格は1編成8両で382億3000万ウォンである。 不管者が客車を牽引する動力集中方式の高速列車である KTX や KTX 山川とは違い、大きな粘着力が要求される 300kmH 以上の高速走行に適した動力分散方式で設計されている。これにより、負荷容量の強化と加減速性能向上なども実現し、 KTX 山川が停車状態から 300kmH までの加速に5分1秒かかるところを、この列車では3分53秒まで減少した。また、制動性能は 43MJ であり、KTX 山川の 23MJ に比べて向上した。また、動力分散方式の採用により、 機関車がなくなることによって、戦闘や交尾車両にも乗客が乗車可能となり、1編成あたりの定員が、KTX 山川の363人から456人に、約16%増加した。座席間の間隔は、特質が 1120mm、一般室は 1000mm で、特質は、KTX-1 や、KTX 山川と同じ規格。 一般室は KTX-1 に比べて 70mm、KTX 山川に比べて 20mm 広い。車体は KTX 山川と同様のアルミ製のダブルスキン構造となっている。しかし、構造の最適化により KTX 山川と比較して重量が5%程度軽量化されており、車音性能も 5dB まで向上している。 試験車両は6両編成で TCM1M2M3M4MC のも M1T で構成される。試験車両の電動機には比較のため、従来の誘導電動機とより小型で効率の良い永久磁石同期電動機の両方を使用した。出力はどちらも 410kW で各動力車に4機搭載する。誘導電動機は二から五号車に永久磁石同期電動機は 富山方面の先頭車である6号車に設置されている。このうち MC 車は上述した永久磁石同期電動機を適用試験を目的として特別製作され、この一両だけが編成内の他の車とは独立した主回路システムを持つ。そのため客室内にいくつかの機器を搭載している。試験車両で使用された電動機の総合評価を 試験運行期間中に実施し、量産車にはより適切な方が採用される予定である。量産車では駆動系が統一されるため、制御車で中間電動車を挟んだ 6M2T の8両編成となる予定である。台車には ITX 青春でも使用されているリンクアーム式ボルスタレス台車が採用された。高速化に伴う振動の増加に対応し、 快適な乗り心地を実現するため、通常は台車側面に1本ずつ設置するようダンパーを両脇に2本設置した。車体のロールを防ぐアンチロールバーも設置され、大韓民国の鉄道車両としては初めてセミアクティブサスペンションが設置される予定である。量産車は2015年以降に予想される1600両規模の新規高速鉄道車両の需要に対応して生産されている。 民間参加のマッチングファンド事業として推進され、試作車の開発後、10万キロメートル以上の走行試験を行う計画である。2009年2月17日に、国土海洋部は外観と室内のデザイン試案を発表し、2012年5月16日に、喜び前線小原中央駅から試験車両を出荷した。出荷後に10ヶ月間、 合計138回の増速試験を行い、2013年3月28日午前3時2分46秒に最高速度である時速 421.4km を記録した。韓国鉄道技術研究院によると、メンテナンス時間の確保が困難であることから、今後はさらなる最高速度の向上より部品の信頼性の検証などの安定化テストを優先するとしている。 現在、韓国の高速鉄道路線は、ほとんどが時速 300km に対応した河川と信号システムに過ぎないため、営業速度時速 370km を達成するためには、路線の全てを大規模改良する河新線を建設する必要がある。このため、韓国国内での実用化は疑問視されており、海外への技術移転を伴った輸出を目指している。しかし、 国内で実用化していない列車は輸出も不可能という批判がある。2016年5月20日、現代、ロテムは2020年開通予定の蒲田場3館の喜び前線伏線電鉄向けに、統計式をもとにした最高速度時速 250km の量産車 EMU-255 編成30両を総額約1 0 2 0億本でカールから受注した。 最高時速430キロの韓国高速列車、商用化は早くても2020年。中央日報。2016年4月8日閲覧。ABC、韓国の最高時速430キロ高速列車、市場イベントで303キロ中央日報。2016年4月8日閲覧。AB、数百億円の列車、運行できず放置イコール韓国。 中央日報。https:/s.japanese.jons.com/.jar.ticle/.245695。J j com セクトコードイコール 400& サーブコードイコール4002020。東亜日報。 h t t p コロンススララッッシシュュ n e w s d o n g a c o m スラッシュ3スラッシュオールスラッシュ20160522スラッシュ78258128スラッシュ1ありがとうございます。